こんにちは、ドクターネックスです。さあもうねギリギリです。聖霊帝異聞千本桜事件帳、前後はですね、1話千本桜の介入、当獣の仕業と思われる事件の調査を担当していた6番隊、しかし進展が思わしくなく千本桜が独自に調査に乗り出してしまう。村政による残白刀反乱事件にひとまずの決着がついた頃、聖霊帝面白い。残念。残念。財丸持ってないんだよな。残念だ。私の勝ちだ。2話、千本桜の超推理。レンジ・ザイマルに手を出すなと言われた千本桜だったが、引き下がることはなかった。さらに自分の推理を披露し始めて。面白い。残念だ。残念だ。残念だ。さあ今撮ってるのが2時過ぎていまして、非常に残念だ。残念だ。
私の勝ちだ。3は新たな容疑者。千本桜の推理は外れたが、新たな容疑者が持ち上がる。千本桜は、さっそうと容疑者のもとへ走るのだった。合ってるかな、言い方。残念。残念だ。あげずに。残念だ。終わりだ。残念だ。私の勝ちだ。本当にね、眠すぎて何も喋れてない。4は炎の使い手。またもや千本桜の推理は外れてしまったが、新しい容疑者が浮上する。その人物とは。面白い。残念だ。あげずに終わらない。みんなポイント言えば終わってんのかな。残念だ。終わりだ。残念だ。残念だ。あー、眠い。あげずに終わらない。残念だ。
私の勝ちだ。さあラストです。5話真犯人検挙。トビウムと千本桜は真犯人像にたどり着く。真犯人、そしてその人物の目的とは一体何なのか。面白い。残念だ。案ずることはない。残念だ。終わりだ。あ、でも本当5枚消費ができるようになって楽になりましたよね。揃い分もね。残念だ。残念だ。いじめ。龍神ジャッカケツが天使。残念だ。私の勝ちだ。はい、僕はあとまあ、15万ほどパパッと稼げていきたいと思います。今回5枚です。全然喋れなくてすみませんでした。もう眠い。お疲れ様でした。